試験短期合格者の特徴は動画の視聴ありがとうございますえここでは私が今まで講師歴20年いろんな短期の合格者を見ていますえそういった方々どういう特徴があるのかっていうことをちょっとかいつまんで説明していこうと思いますまず大前提なんですが学歴性別年齢は一切関係ありません今までの一発の方 大学卒の方もいれば中学卒業でいう方もいらっしゃいます男性女性同じぐらいいますまた私の中では最高齢でと63歳の方かな自分のクラスの場合いらっしゃいましたなんでまずこの点については全く意識をする必要はないですはいじゃあその上でです どういう人じゃないと短期語学できないこれはいないと私は思いますで今まで私もこういう人はダメじゃないかなこういう人がなん,じゃな,んダメじゃないかなって思ったんですが結構で、ね、それを覆す方って結構いらっしゃるんですよなんでここもそんなに気をつけなくていいと思うんですただねやっぱこういうのもあるんですよちょっと 難しい方向かなって方はやっぱりいらっしゃいます。でそのタイプをこれからね紹介しようと思うんです。一つ目受験勉強という割り切りができない方納得しないと次に進まないどうもこれを自分の中に腑に落ちないとだからずっと考えちゃうこれは学習時間 かかっちゃうタイプなんですものによってはね次の科目その次の科目をやらないと分かんないものってあるんですよ。逆に今それ分かった上で戻ってくるとあだからこうだったのかこう悩まなくてよかったんだなとそういったものってそこそこあるんです。なのでこうねあくまでも言ったら受験勉強だということでとにねこなすってことを 優先してくださいそして次こなすといっても雑すぎる方これはまたまた問題です出るところはすごく細かく聞いてきます逆に貴重面すぎる方文章が四行あって出るのがある一行だけなんだけどそれ前後 もう完全にできないと納得しないそういう方も結構難しいですただですね性格は変えられます私はそうでした私はねかなり雑すぎたんですよかなり雑すぎたんですがこの試験でそこそこなんか貴重面な点も手に入ったような気がします じゃあ次、学習範囲を広げすぎる方あれもこれもというふうにいろんな教材に手を出す方一つの教材をとにかく徹底して繰り返すこれが短期合格の王道ですいろんな教材に手を出すこれはおすすめできませんまた方法ある時はインプット重視ある時はアウトプット重視 方法をなんかこれ聞かないからこっちにしようこれ聞かないからこっちにしようっていう風にいろんな方法に手を出す方いらっしゃいますある方法でしばらくやってそれでもダメだったらわかるんですがちょっとダメだったらすぐ変えちゃうこれやっていくとやはり時間効率も悪いし最後の最後は学習方法の勉強卒業に専念したんですよこれもお勧すすめできません また、まあ、先ほどのものに通じるんですが学習以外に時間を多く捉える方もいいらっしゃいます。情報を集めや学習計画を立てるこん超極論を言うとね学習計画に2時間かけてその日の学習は30分にしかやってないとでそういう方ってまた学習計画をねちょ,こちょこ変えるんですよはいそういう方っていうのは、やっぱり学習時間が減ってしまうので短期合格には向かないのかな って考えしますこれから勉強を考えてる方ぜひこういった点注意しながら学習を進めてくださいこちらの動画の方は以上です他にもいろいろ動画を撮っておりますぜひ見てやってください最後までご視聴ありがとうございました